緊張するな、なんか番組するで。いや、私もちょっと関係するんで、体どうします？やばいな、どういうことですか。お疲れ様です。お疲れ。寒いですね、最近。寒いな。でも、心は温かいですか？今日から温かい。昨日寒かったけど、今日マジで温かいよ。何があったんですか？結婚した。マジですか？おめでとうございます。まあいい、あれだよ、まあ、社内恋愛ってやつ、あの禁止の、はい、ちょっとやっちゃってさ。どこ向かってるんですか今？今本社行っとる。本社ですか？うん。何しに行くんですか、本社に？今から？はい。社長にその結婚の報告、はい、あ、結婚報告しに行くんですか？うん。相手誰なんですか？相手？はい。RR RR 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 伸ばしますね。RR 伸ばしも怒るかな。いや、これどうなんですかね。機嫌が良かったらあれですけど、なんかただその社内恋愛は、はい、まあ禁止じゃん。まあ、禁止なんですか？もともとは禁止だよ。あ、そうなんですか。そう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 。怒られるか、はい、素直におめでとうって言ってもらえるか。ま、あの、Gmail 何？Gmail アドレス。硬いんだろ、普通に。あの、アットマーク。アットマークです、はい。ありがとうございます。はい。もしもし。あ、間違えました。ごめんなさい。あ、着きました。あ、着きましたか。じゃあ、行きますね。はい、お願いします。お願いします。呼んだ、俺のリリー呼んだ。来た。あんな映画見たことない。あ、紹介するわ、僕の結婚相手です。はい、あの、旦那です。機嫌とかどうでした？機嫌、普通だと思いますよ。まあ、改めまして、今回の企画なんですけど、うん、そのお二人が結婚するということで、めでたくというドッキリを社長に言うってことですね。そうですね。まあ、結婚する、しかもまあできちゃったっていうのを。できちゃった結婚ですか？そう、できちゃった結婚です。できた、うれしそう。嬉しくない。まあ本当だったらいいなってぐらいです。本当だったらいいな。まあそうですね、ことぶき退社をちょっと私するんで。マジですか？でも今、はい、社長が一番恐れてることじゃないですか、その社員が減るっていうのは。まあでも散々減ってきて、まあ、でも多分ことぶき退社は喜んでくれるんじゃないんですかね、はい、喜んでくれるんですかね、わかんないですけど、まあ、機嫌が良ければ。でもさっきなんか翔くんの話によると、はい、なんかもう社内恋愛は禁止みたいな。え、そうなんですか？絶対禁止って前まではそういうルールがあったっす。マジで？なんかあったらいかんじゃん。なんかあったら、もし子供ができて辞めます、二人とも辞めたら、戦力が、まあ、これじゃないですか、じゃあ。なかなかのタブーだったんですか、なんか。でそこは今日は攻めて、はい、どういう反応を取るかってことでしょう。そう、そうです。報告っていうのはどっちから切り出すんですか？俺しかねえだろ。かっこいい。マジでかっこいいじゃないですか。どう、とりあえず電話して、はい、で話があります、はい、時間ありますかって。はい、あ、電話できます。じゃあ死んでいい、落ちたくないよ。隠しカメラを事務所に設置してるんですよ。はい。なので、まあ社長の様子皆さんも見れると思うし、まあ私がちょっと電話入れますね。じゃあちょっとバレるんで。お願いします。お願いします。じゃあタイミング良くなったら電話しますね。はい、わかりました。はい、あの社長への電話頑張ってください。緊張するな、なんか本当の。長いですね、この時間が一番いいやつよね。電話しても言いたい派だから、最悪。かかってきました。スピーカーでお願いします。おはようございます。あ、あの株式会社七色のです。はい、あのお隣の人の、あのどうですかね、落ち着いてきましたかね、あのお隣の方のご機嫌って。あ、あ
小豆太郎ですか。ちょっと落ち着いてきましたか。あ、小豆太郎さんがですか。あ、そうですね、はい。あ、ちょっと落ち着かれたんですね。はい、はい、わかりました。じゃあ一応明日私もちょっと伺って謝っときますので、お隣の人。はいはいはい、なので、はい、よろしくお願いいたします。あ、もう 今から向かっていいっていうことですか。あ、切れちゃいました。もしもし。はい、あれ、もうじゃあ今から向かっちゃって、あ、電話して大丈夫。電話、あ、電話、はい、電話して大丈夫です。わかりました、お願いします。はい、はい、失礼いたします。緊張します。緊張しますね、なんかめちゃくちゃ。電話でその結婚報告はしないですよね。しない、ただとりあえず話があります。あ、って言ってアポ取って、今からちょっと話は言っていいですかって。そう、そういうことですね。まあ、いるかどうかみたいな。あ、そう、いるかどうか。あ、まあ、いますね。そうですね、とりあえずいきなり行ったら怪しいですもんね。もしもし。あ、お疲れ。あ、お疲れです。すいません、あの、ちょっと今時間大丈夫ですか。どうした。いや、あの、ちょっとそうですね、その本社におるかなと思って。本中商業。あ、いますか。どうした。ちょっと行っていいですか。もういいけど、どうした。いや、まあちょっと後で直接話したいですね。え、直接話したいですね。どうした。いや、まあまあいろいろあるんで。何、いろいろ言えよ。言ったらいいよ。はい、いやいや、で、電話だとやっぱ僕もなんか失礼になるかなと思って。何それお前。そうですね。はい、いや、直接言います。何だってお前、何、どうした。あ、まあ、すいません、後での方が僕も。何だってお前、はい、そう、何だったか。いや、何もない。まあ、あるお前の話でな。あるんですけど。何何だってお前、はい、どうした。あ、とりあえずちょっと行きます。あ、そうですね、今あと10分ぐらいで着きます。はい、もうドバの近くですね。あ、了解、待ってるわ。はい、すいません、お願いします。怖っ。でもなんか電話した感じ、まあ機嫌悪くはなさそうでしたもんね。機嫌はね、多分大丈夫だね。多分今リリちゃんに言ってるんじゃないですか。なんか今ショーから電話あってさみたいな、多分あいつ辞めるぞみたいな言うかな。言ってそうじゃないですか。待ちますか、10分ぐらい。待とうか、ボゲーとして、ね、念のため待機しておきます。待っておきます。この辺で何があってもいいように。ワンギーするで。わかりました、わかりました。お疲れ。どうした。話すよ。あ、話すよ。現場終わった。あ、終わりました。みんな終わった。あ、みんな終わってます。どうした。はい、あれ、どうした。いいじゃん。いや、まあちょっと。あ、はい、いや、ちょっとあの、はい、いや、私もちょっと関係してるんで、軽く。寝ようと。はい、寝ようと。寝よう。そうですね、1年ぐらい前から付き合ってて。誰と。はい、あ、私です。そうでしょう。あ、ちょっとあんまり言ってなかったんですけど、なんか茶化されるのが嫌で。いや、マジで。で、今までもそのバレないように、あんま喋らなかったり。遊んで喋らなかったのが恥ずかしかったね、一緒と。そうです。本当に嘘でしょ。いや、本当です。いや、そうなんですよ。なんか、いや、企画来た時から、うん、なんか、うん、ちょっと嫌だなとは思ってて、一緒に撮影するのは、うん、いいよ、そんなしょうがないじゃん。いいや、何で隠しちゃったの。
で、やっぱその社内恋愛禁止ってあるじゃないですか。禁止なんかしねえよ別に。全然じゃん。俺で逆にやって、お前みんないいやつといい子なんだもんね。みんなくっついてほしいもんね。要するにくっつけたとするじゃん。別にいいです、くっつけようと。うん、なって言ってもらうじゃん。リーちゃん可愛い、綺麗じゃん。あんまりリーちゃんがいいって言わんでしょって言ったけど。ちゃんと別にね。だっていい子といい男が揃ってるんだもんね。ちゃんと別につけないじゃん。お前冗談でよく言うじゃん、みんな飲みに行った時とか、はい、で俺もそんな心の人間同士だって俺がもう推薦するめちゃくちゃいいやつだな、もう二人で話し合って、うん、どうしたいかなって。結構二人で、はい、足で嘘でしょ、いや来るきりだろじゃあマジ、マジです。嘘、なんで、あのカンタのやつ見て盛り上がったのか、まあ、もう、まあ、いいんじゃない、結婚する、いつ結婚する、本当3月ですね、今年の、はい、まあ、式はちょっと決めてないんですけど、うん、はい、あの入籍しようかなって、はい、マジで、どうせ結婚する、子供が出てきちゃって、そうなので籍も入れようって、まあ、いい機会だしみたいな、 お互い考えてたし、うん、まあいいきっかけとかちょっとあれですけど、うん、はい、あマジか、いつ、あもう妊娠したん、もう2ヶ月になりましたね、マジお前やることやっとんなお前お前何来るってやることやっとるやんけ、嘘、本当に、まあ、それも結婚するしかないもんな、いつまで、予定では9月です、あ予定では9月です、9月、あなたも妊娠したばっかだ、そうですね、昨日分かって、そういうことか、なんでらしいな、はい、あの9月ね、男はなんかまだ分からんか、まだ分からないですね、そうめっちゃジャッピーやん、どうするの、はい、産むのじゃ、まあ産むってことはね、はい、結婚するってことは、まあそうか、まあ、私も大変になるな、忙しくなるね、まあでも全然頑張ります、うん、大丈夫、はい、まあでも私にとっても嬉しいことなんで、うん、全然、もうそんだけもう翔の好きなんだ、そうですね、は恥ずかしい、まあ、はい、いいことじゃん、別に全然2人ね、はい、だからまあいい男だもん、まあ、優しいし、嬉しいことですね、真面目だしね、はい、な、まあ、恋愛真面目だもんな、お前、はい、何ね、いつ付き合っとった、あの一昨年の夏ぐらいに動画、うん、2人で出た動画あったじゃないですか、なんかその、なんだっけ、インタビューするみたいな、カメ職人に付き合っていたずらみたいなやつでしょ、こいつを騙したやつでしょ、ああそうです、なんか、はい、どんな企画だったっけ、こいつを騙す感じじゃなかったっけ、そうです、なんか私がカメ職人にインタビューみたいな体ですごい口説き始めるみたいな、うん、あそうだよね、企画、うん、あれがきっかけですね、あ、マジ、あれから、はい、ちょうどまだあれ、なんか、まあ、YouTube でってまだ、あでも本当にまだあの出たばっかの頃です、まだチャンネル登録者も1万もいってないぐらいじゃない、本当にそれくらいですね、あそんな時からつけたのか、なので バチェラーの時とかすごい気まずくて、あそうか、なんかお前あれで撮ったよ、でも そうなんですよ、だからすごい気まずかったんですよね、選んだ方がいいか選ばん方がいいかみたいな、あーそういうことね、はい、あじゃあもうあの時から付き合っとったの、そうです、2人でご飯だけ行ってるとかじゃなくて、はい、マジってことはもう行っちまったってこと、まあプライベートあそう、あそう、全然分からなかった、でもまあ体は気をつけんとね、仕事も忙しくなるので、はい、ありがとうございます、ね、子供の動画に出てもいいの、あはい、ぜひ、本当に、はい、うわめっちゃ楽しそうだな俺も抱っこしたりして出たいな一緒にで、あのあれあるじゃん、カンタの動画、はい、家族、はい、家族動画、ああいう感じで俺もリリーちゃん爆速アンド社長家族動画でなんか休日過ごし方とかめっちゃ面白いじゃない、そうですね、またバズりますね、いやめっちゃ楽しそうだな、へえもう仕事もじゃあね、お前もな今ミッチテラを辞めて、はい、大変だけど頑張ってな、責任者、でも2人一緒だといいね、仕事しながら、そう
です、うん、はい、わめっちゃ楽しみだ。 ずっと動画をかけていこう。もうあのチャンネル別に解説するわ俺爆速リリーちゃんの日々の出来事みたいな。なんでなんで、いいやいいや。10月11月になってるとまあちょっと仕事もついておいて、まあいいよね。そうです。そうか、なんだお前そんな電話で言えばってからお前別にそんなびっくりしちゃう。またやめんとかやめんとかバーボンなんかなんかやらかしたかなんかかなと思って。あ、ちょっと行かんのも行かなかったけど。あ、なんとですか。え、8時から人だろうか。飯行こうよ、飯近いうち行こうよ。あ、はい、来週とかは。あ、今コロナだよ、気をつけた方がいいか。そうです、ね、ご心配だね。マジか、お祝いだな。また明日で見れるわ。はい、私明日出勤。あ、出勤ですね。あ、出勤、はい、これで電話するかな。やろうお前はやろうお前は、お父さん以上、おめでとう。ありがとうございます。まあ頑張って主任出さなかな。じゃあはい、クラスな、また電話するわ。はい、明日現場だろうか。あ、そうです、うん、また一回電話するわ。現場行こう明日。はい、一番見て顔出すの。はい、もうほら分かれよ。はい、はい、力出よ。7時よ、まだこの電話、まあ、そうだ、電話で言う。では、電話。いや、まず言う、いくら話したよ。なあ、おめでとうね。ありがとうございます。遅い、ちょっと待って、電話するわ。です、どうします。やばいな。どういうことですか。ネタバラシできなかったです。私は帰っちゃって。でしょ、待って、もう信じちゃってます。まあ、でも今まで社長のお金勝手に使っても大丈夫だったじゃないですか。だから多分大丈夫ですよね。でもお金は物じゃないですか。今回気持ちの問題なんで。大丈夫ですかね。まあでも温め温めるほど多分社長がブチ切れるから面白い動画になりますよね。これで僕っすよ。まあいいと思いますよ。1週間後お楽しみに。また見てね。大丈夫そう。結構盛り上がったんですか。まあ盛り上がった。なんか社長が結構わーってなんか、その社長が帰った後、あ、帰った後、帰った後はやばくねやばくねみたいな。